そう、コロナだから、コロナがね、流行ってるんで、なんかね、家の中でカーディストリーやるのは、いいことだよ。酒は飲んでも、闇に飲まれるな。で、おなじみのカーディストリー道場のシッチーです。このチャンネルでは、まあ、普段ですね、カーディストリーの、こういったデックね、デックのですね、まあ、こういう曲芸的な、曲芸的な、動きの解説だったりですね、まあ、このデックの紹介だったりとかというのをさせていただいているチャンネルでございますけれども、最近やってる企画が一つありまして、わらしべデック長者っていうやつがありましてですね、2020年3月、今日26日現在、最新の状況をお伝えしたいなと思うのでよろしくお願いいたします。もしこの動画気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。からレガリア、レガリアから何になるんだってことで届いたんで、早速紹介していきたいと思います。もうね、我慢できなくて開けちゃってます。ドドン、この4個ですね、送ってくださった方がいらっしゃいました。ドン、レガリアとこの4個交換していただきました。パリ号の2018年の、まあ、この赤と、まあ、この金色っぽいね、このやつ、これね、ちょっと開けてね、中見たいんだけども、あれでございます。これ上にちなみにカーディストリーって書いてるやつね。で、そしてこれがセンサードって可愛いやつですね。これもこんなバッグデザインですね。はい。で、そしてあ、これだ、タリホバイパーのファンバッグ。これもね、普通のタリホとは違っていい手触り感触らしいです。ちょっとね、これね、開けてみたいです。これも開けてみて、全部開けてみたいんで、そしてこれ、これやね、これ結構レアだと思います。リングっていうやつなんだけども、まあ、墨でね、ちょっとわかるかな、こうエンボス入ってるんだけども、箱にね、裏も表も墨みたいな感じでね、こう丸い輪っかで書いてあるのがバックデザインのデックでございます。ということで、今回この4つのデック、わらしべデック長者の次のね、公開に出すなってるデックでございますので、こちらのデックですねと、まあ、何か、まあ、1個でもいいですし、複数でもいいです、交換していただけるという方いらっしゃいましたら、ぜひ交換してください。まあ、1ヶ月経っても今回は開けないように我慢しますんで、はい、もしですね、この動画見て、気になった方いましたら、動画のコメント欄でもいいですし、概要欄にある Twitter のほうから DM でね、ご連絡いただいても大丈夫でございます。はい、まあ、前提として、まあ、送料の負担はお互いし合って、イーブン、おあいこにしましょうというですね、ものになっておりますということでね、私は何が送られてきても受け入れるというね、スタンスでやってまいります。で、ゴールは、最初目指すところは1970年代のジェリーズナゲットなんていうね、言っていたんですけれども、まあ、やっぱりね、ジェリーズナゲットってかなりの高額デックなんでね、なかなかね、そこにたどり着くのは難しいかなと思いまして、とりあえずね、当面の目標としてオールドデックですね。まあ、でも1970年代製の何かにたどり着きたいなと、思っている次第でございます。そこね、行けたら嬉しいな。まあ、今ね、すげえパリホを探してんだけどね、なかなかないんですよね。触ってね、触ったことないんですよ、これ。そろそろ買おうかなと思ったの、これ。これとこれ。だからですね、すごい開けたい気持ちに駆られてるんですけれども、そこを押し殺してですね、わらしべデック長者の方にですね、出させていただきたいと思いますので、皆さんどしどし応募してください、お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バッ。